ベラ・マイスナー軍は、ドイツ連邦共和国ヘッセン州北部のカッセル行政管区に属する軍である。隣接するのは、北が、ニーダーザクセン州ゲッティンゲン軍及び、チューリンゲン州、アイヒスフェルト軍、東がやはり、チューリンゲン州ウンシュトルトハイニヒ軍とバルトブルク軍、及び、アイゼナハシ、南が、ヘルスフェルトイコールローテ軍、南西がシュバルムエーダー軍、西がカッセル軍である。 軍庁所在地はエシュベーゲである。ベラマイスナー軍の名前の一方はベラ川に由来する。ベラ川は、チューリンゲン州から、軍の南東部に流れ込み、軍域北東部を流れ、ビッツェンハウゼンの北西部から本軍を離れ、ハンミュンデン付近で古田川と合流してベーザー川となる。名前の他方は、古田ベラ山地の一部で、標高753.6メートルの、 ヘッセン州北東部の最高峰であるホアー、マイスナーに由来する。ホアー、マイスナーの他に本軍に位置する山や、山地として、コーベルト、カウフンゲンの森、リングガウ、シュリーバッハスバルト、シュテルチンガー山地がある。また、本軍の流れる川としては、ベルカ川、フリーダ川、ゲルスター川、ロッセ川、ベーレ川、ベラ川がある。 軍域北西部の広い部分は、マイスナーカウフンゲンの森自然公園の一部に、含まれる。この軍の軍域は、12世紀にはすでに、ヘッセン砲白領を、後のヘッセンカッセル砲白領に属した。この両方は、19世紀初めには、ヘッセン先帝高領に昇格した。1821年に先帝高領内に、エシュベーゲ軍とビッツェンハウゼン軍が設けられた。 これらは1866年以後も、プロイセン王国ヘッセンナッサウ州のヘッセン、選帝綱領の一部として存続した。ヘッセン州の軍再編に伴い、両軍は1974年1月1日に合併し、ベラマイスナー軍となった。この際、旧ローテンブルク軍から、ゾントラ氏がこの軍に編入された。軍庁所在地には、ビッツンハウゼンよりも中央に位置し、 より大きなエシュベーゲが選ばれた。2016年3月6日の選挙結果は以下の通りである。紋章の基部は銀の名みたいがある緑の身部の山。主部の向かって左側部は銀地でその中に9枚の葉を持つ赤いトネリコの枝。向かって右は青地で塔が一本ある赤い屋根の銀の城塞が描かれている。トネリコの枝は 旧エシュベーゲ軍の紋章に使われていた地口の衣装から採用された。ルートビヒシュタイン城は旧ビッツェンハウゼン城の紋章にすでに使われていた。並体のあるミブの山は現在の軍名となった山並みを表している。鉄道本軍北部は1872年にアイヒエンウェルク、ビッツェンハウゼン北、ゲルテンバッハの各駅を有する鉄道派でカッセル線で結ばれた。 1875年に、ベーブラ・エシュベーゲが結ばれ、この路線は1年後には、ゲッティンゲンにまで延長された。これ以後、アイヒエンベルクは重要な鉄道の接続駅となった。鉄道ベーブラ・ゲッティンゲン線は後に、南北線の一部となった。2009年からは、この2つの路線やレギオトラムのカッセルヘッシュシュ、リヒテナウ線の他に、エシュベーゲシ駅も再び使われるようになった。 軍域内を連邦アウトバーン A4 号線と A38 号線が通っている。また、軍内には多くの連邦道や軍道が走っている。連邦道 B7、B27、B451 号線がその主なものである。さらに連邦アウトバーン A44 号線が建設中である。ありがとうございます。